WBC ワールドベースボールクラシック準々決勝で、侍ジャパン、プール B1E がイタリア代表、プール A2E を 9-3 で下し、5大会連続の準決勝進出を果たした。準決勝は日本時間の20日と21日にアメリカ・マイアミ、ローンデポパークで行われ、侍ジャパンは21日にプエルトリコとメキシコの勝者と対戦する。寄せられていた反応をまとめましたので、ご覧ください。侍ジャパン。まずは準決勝進出おめでとうございます。素晴らしい試合、素晴らしいチームプレーを見せてもらいました。ヌートバー選手の掛け声から始まり、先発の大谷選手の気迫の投球、それに続く素晴らしい継投リレー、そして3ランや5打点と大活躍の岡本選手、待ちに待った村上選手の活躍、安定の吉田選手、素晴らしい守備の数々。数えたらキリがないほど素晴らしいプレーの連続でした。本当に侍ジャパンの団結力と絆はすごいと思います。誰かが少し不調でもピンチを迎えてもそれをカバーできる力と結束力があるなと感じました。イタリアも本当に粘り強い野球で素晴らしいチームで強かったなと思います。アメリカでの準決勝も全力で応援します。今日の立役者は何と言っても岡本でしょう。巨人の4番は重圧に強いんです。3弾はもちろんですが、逆方向へ長打がは彼らしい一打でした。村上にも初のタイムリーが出たので、準決勝では NPB の若き左右の主砲がやってくれると思います。世界まであと2試合、今回のメンバーは過去最強だと思うので、必ず悲願を達成してくれるものと信じております。頑張れ、侍 JAPAN。ひとまず日本代表準決勝進出おめでとうございます。イタリア代表は準々決勝の相手ということだけあってやはり今まで一番手強かった気がしますね。まだ対戦国は決まってませんが、準決勝の相手はまたさらに手強いと思いますし、準決勝からはアメリカになるので時差ボケなどで大変だと思いますが、頑張ってください。優勝を日本に持って帰ってくるのを期待して待ってます。動画をご覧いただきありがとうございます。